で、あの空手ご存知のようにね、あの今の空手というのは力んでこうあのパワーでやるでしょ。あの日本の武道というのはね、一番悪いのはね、無駄な力、無駄な動作、無駄な技、この3つを使ったらね、のうち1つでも出たらね、あの身についたら一生やってもうまくならないです、うん、それがうちのね、無駄な技、無駄な力、無駄な動作はしないということね。で、今のあの空手というのは競技空手でね、あの武道じゃないんです。もともとあの沖縄の空手というのは武道じゃないんですよ。護身術だから。というのは日本のね、武道というのはね、受けるという言葉が絶対ないんです。剣道でも柔道でも初め切るでしょ。それから柔道は投げて締めて落とすね。ところが自分が切られたくない、投げられたくない、締められたくないっていうんで初めて防御になる。On the surface, Wado Ryu may look similar to other karate styles, but underneath it is built on the principles of jujutsu. Unlike Shotokan, it does not rely primarily on strength to achieve victory. あの、柔術の中に空手の特徴の突いたり蹴ったりするのを混ぜ、あの、ミックスしてね。それでこれ持たれた時にね、これこう回すんです。あの、こういうふうにしたやつをこうじゃ取れないんで、こう細い方をしてスッってやるとね、これが開くんです。開いてスッってやると、もうこれで親指ここ引っ掛けて、こういうのはね、充実にない、うちの方だけだから、あのマルコみたいね、こういう外人のパワーのあるやつ、こんなことやったってね、合わないんですよ。ちょっとこっち、あの捕まえて、その時はパーンって蹴ったり、スッてハッとした瞬間にこれを押さえる。でこれ、親指とこれをグーッと殺しておけばね。